はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、赤羽隆二です。さあ本日なんですが DDD デッキをね組んできたのでご紹介していきたいなというふうに思っております。DDD デッキ、まあ、赤羽社長の魂のデッキなんですが、あのスキル、あの評価見ました皆さんね、僕 あの昨日出した、キャラクターの評価の動画、スキルがマジでぶっ壊れ、スキルがめちゃくちゃ多くてやばいこと起きてるんですが、とりあえず今日はね1個ね激ヤバスキルをね皆さんにねご紹介しておきたいと、思っておりまして、それが、何なのかっていうと、この契約手形の先延ばしっていうこのスキルなんですけども、これあの自分のフィールド上に、契約書カードが1枚以上存在する場合、自分のターン開始時スタンバイフェーズをスキップするって書いてあるんですよ。これめちゃくちゃ強くて、このスキル。これ何が強いかっていうと、もちろんデメリット効果を打ち消せます。あの例えば、あのスタンバイフェーズスキップするんでね、あの今回のデッキで言うところの、契約書カード。これライフポイントにダメージ与えちゃうっていう、こういうね、あのデメリット効果を持ってるんですけど、これを全部打ち消すことができます。すべて。だから3枚貼ったら3000ダメージ受けるはずが、ノーダメージになるっていう、めっちゃ強いんですよね。これ結構 DD って割と自殺しちゃうんで、その自分で契約書貼っとくとモンスター取られて、で次の自分のターンのスタンバイフェーズで死ぬっていうことが結構あるんですけども、4戦士がないんでね、あのデュエルリンクスのライフが、これがね防げるっていうことと、あとねものすごいいいことがたくさんあって、例えばスタンバイフェーズスキップするんで、炎王、あの炎王の、あのガルドニクスとかは帰ってき、あの墓地から蘇生できません、スタンバイフェーズスキップするんで。あとラバーゴーレムのバーンダメージもないですし、あと例えば天気とかメタファイズとかってスタンバイフェーズに特殊召喚できるよみたいな、特殊召喚とか除外されるよみたいな効果あるんですけど、あれも発動しません。めちゃくちゃ強いんですよ。すごい強いのこのスキル、これ絶対悪用される。なんかスタンバイフェーズにデメリット効果がある、例えばシュトロンベルクとかね、あとなんだ、あの燃え盛る大地とか、ああいうカードは、あと銀幕とか、銀幕も維持コストなくなるんで、このスキル使うとマジで強いんですよ。このスキルマジで強いから早くねゲットしていただきたいなというふうに思ってるんですけども、今日は、普通に DDD デッキで使っていくんで、このスキルをね、どういう軸にしてきたかっていうと、やっぱりねペンデュラムはね、まあ、動画も出すけどペンデュラム軸もちょっと若干やっぱペンデュラムモンスターの DD があまりにも弱くて、新しく追加されたこのヘルアーマゲドンとか、まあいろいろいるんですよ、あのゼロマックスウェルとか、やっぱりねちょっと性能が弱くて、まあ、OCG でもあまり使われてないようなカードなんでしょうがないんですけど、これはねそんなに強くないので、まあ DDD で、まあ勝とうとしたらどういう構築になるかっていうと、結局ランク6を出していくしかないかなっていう、まあ、そんな感じの結論ですね。やっぱり DD モンスターって本当に脳筋で殴るだけしかしないから、相手の盤面に触んないんですよ、除去することができない。で今あの相手の盤面を除去できないと戦闘するだけではやっぱ勝てないんですよね、基本的に環境的にね。なので、除去をしていきます。でそこで、トレミスとか、あとこの、エクサビートルライノセバスっていう、あれね昆虫族のお友達たち、このお友達たちを入れておくと結構ランク6ができるっていう。でランク6どういう風にやっていくかっていう と、このねレベル6のねプラウドオーガっていう本当誰やねモンスターなんですけども、こいつ結構活躍しますね。まあちょっと回し方をね、見ていただければ分かるんですけども、スライムと、オーガとケプラーっていう3枚が揃ってる時が一番強いですね。まあ、一例をね、説明すると、スライムと、あ、まあ、どっちでもいいです、スライムと例えば、プラウドオーガで融合してテムジンを出す。で、墓地のスライム効果で、ケプラーを手札から特殊召喚して、で特殊召喚に反応してテムジンの効果でプラウドオーガが特殊召喚されますよと。でここで66並ぶんで、6エクシーズですね。で、ケプラー効果でこの、まあ、バルキリーの契約書を持ってきたり、高校だったらあのマシン用の契約書を持ってきて融合したりすることができるんで、先行だったら、まあ、バルキリーの契約書、高校だったら、マシン用の契約書みたいな感じでサーチ先を変えて、まあ、キル取りに行くのか、相手の札を、まあ、破壊していくのかみたいな、そんな感じの選択肢を取っていくっていう、まあ、そんな感じですね。これは普通に手札をから DD カードか契約書カードを1枚持ち送ると相手のカードを破壊できるよっていうね、フリーチェーンで破壊できるよっていうトラップカードなんで、これがサーチできる妨害札になるんですよ。でさらに、ライノセバスも、フリーチェーンでね選んで破壊できる効果なんで、このライノセバスと、まあ、あのバルキリーの契約書2枚があると先行で2妨害を構えられて、でさらに高校だったらマシン用の契約書持ってくればいいんで、
1枚除去とあとなんかあのベオウルフとかが立つみたいな、まあ、そんな感じのね、イメージになります。ちょっとね回していく中で6がちょっと足んないなと思ったので、あのこのニコラっていうのを誰やねモンスター入れてるんですけど、あのペンディラム効果は特にあまり山読まなくてもいいかなって感じなんですが、一応レベル6以下の DD モンスターの打点を2000アップするっていうあの効果持ってるんですよ、手札捨てると。なのでまあたまに使うことあるかなくらいですね。あんま使わないと思いますけど、最悪だからこのテムジンが4000になってパンチするみたいなこともあるんでね、 あとこいつが4000さなくなったりとかいうこともあるんで、たまに使うことあるかなと思うけど今のところ使ったことはない。でこいつですね、ペンドラゴンが、まあ、採用ちょっと迷ってるんだけど、やっぱりこのバックを1枚破壊しながら3100打点出せるっていうのは強いんですよ。3100打点出せればやっぱ環境のモンスター大体青眼込みでね越せれるんで、まあ、こいつはやっぱちょっと強いなと思ってるんで、入れてます。バック除去もありますし、ね、相手の負担に触れるカードなんで、あのペンデラムモンスターマジで相手の盤面に何にも触らないんですよ。何にも触りません。マジで納期なだけ。これなんかブルーアイズみたいな感じ、バニラ3000みたいな感じだからこいつ効果あんだけどさ、バグっててさ、これアニメの、効果使えないんですよね。まあそれはまたちょっとペンデラム軸の方で話するか。ってことで今日はこのランク6軸の、契約手形の先延ばし契約不履行、DDD のデッキを組んできたんで早速やっていきたいと思います。デュエルスタンバイ。いいだろ、冥界の。さあお相手の方、筋肉マンじゃないか。絆などで運命に勝つことはできない。我のターン。とりあえず DDD っていうのが何なのか説明してやろうか。 DDD とはすなわちディファレントディメンションデーモン。カードをセット。異次元を制する王の力。たっぷり味わうがいい。私のターン。説明終わった。なるほど、これはもうハンド強いんで、非常に一旦オルトロスでサイクロンしましょう。 DD オルトロスを手札に加え、そして DD オルトロスの効果を発動、ペンデュラムスケールセッティング、そしてオルトロスの効果を発動。オルトロスの効果によってフィールド上の魔法トラップカードを1枚と自分フィールド上の契約書カードを1枚選択し、そのカードを破壊する。カウンターゲート、何と DD スワラルスライムの効果を発動。 DD スワラルスライムの効果によって、スワラルスライムと、これはですね、まあ墓地から蘇るモンスター、まあこっちでいいか、フラウドオーガーを墓地の国。 DDD レッカーをテムジンを特殊召喚。レベル6 DD レッカーをテムジン。エグゼクティブテムジン欲しかったっすね。あ、何も引かんねえ、マジかよ、怖っ。何も引かないの怖っ。逆に怖いからやめろそれ。 DD スワールスライムの効果を発動。ハリウオペンドラゴンを特殊召喚。ハリウオペンドラゴン。そしてペンドラゴンが特殊召喚成功時効果発動。テムジンの効果によってプラウドオーガーは特殊召喚されるぜ。あ、証拠にもない。あ、そこなしね。なるほど、まあんまりねそんなに効かないです。融合もアドバンス召喚できるんで。でレベル6のモンスター2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシーズ召喚。 DDD 昆虫王エクザビートル。そしてその上に重ねてインチキエクシーズチェンジ。 DDD デジタル王ライノセバス。そして俺は DD 魔導賢者ケプラーを召喚。ケプラーの効果を発動。契約書カードを1枚手札に加えさせてもらう。そしてマシン王の契約書の効果を発動。マシン王の契約書の効果はフィールド、手札または墓地より融合さえを墓地の国または除外して融合召喚をすることができる。現れろ DDD 黒竜王ベオウルフ。さらばだ、そんな肉声で何かあるの、なかなかやるじゃないか。そんな肉声では俺の猛攻を耐えることができないって言おうとしたけど、なんか猛攻耐えられそうだぜ。貫通効果を持つってお前モンスターいないぞ社長。私はこれで強い。カイトロイドとかいう効果、カイトロイドとかいうモンスターマジで。セットシワ。まあ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 このぐらい許して差し上げましょう。外役系のデッキですかねこれ、なんですかね。一体ラバーゴとか飛んできますもしかして。まあ、飛んできたところでそんなにね困りはしないんですけど。うわ来た、本物に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 来た。うわ見せてやるぜ、スキル発動。契約手形の先延ばし、俺はスタンバイフェーズをスキップすることによって
ラバーゴーレムのバンダメージは受けないつっ強いつっ強いつっ強いマシン用の契約書の効果を発動。もう一回ベオルフからか見た身体効果を出していいか。どうしようかな、テムジンとテムドラダウドウか、一人か、まあ、ちょっと6はね残しておいてワンチャン蘇生するかもしれないし。新宅王ダルクを融合召喚、これあれだな、レベル6、2体の方がいいな、だテムジン2体の方がいいですよ。ほらバトルフェイスだ、ラバーゴールまで残してやるぜなんでかってダメージを受けないからだよ。俺はスタンバイフェーズをスキップすることによってな、ふっ、しっけい対処することこそトップの務め、ラバーゴーレムが出てくることを読んでこそトップの務めよ。残念、残念でしたね、悔しいでしょうね。進化した最強ドラゴン、なるほど。お、出た、赤羽 VS 会話、社長対決じゃん。どっちの方が優秀な社長か白黒つけようぜ。これは地獄門の契約書を発動、地獄門の契約書の効果発動。これはまあケプラーですかね。でまあさすがにちょっとバルキリー構えとくべきでしょう、西岸は。で契約書持ってきて、バルキリの契約書持ってきとく。おっと、切断、地下鉄チャンス出た、地下鉄チャンス、あ、ノー地下鉄チャンス、マシン王の契約書を発動、マシン王の契約書の効果発動。これなんベオルフのがいいかな、西岸はベオルフのがいいんじゃない。3000打点あるし、魔法トラップ破壊できるかもしれないし。出た、地下鉄チャンス、地下鉄チャンス、地下鉄チャンス。ケプラーもいらないんで、ケプラーとペンドラゴンで融合召喚。今一つとなり、コフリオベオウルフ。そしてカードを1枚セット。ターン終了。俺のターン、さあお前のターンだ、カイバー。これ3枚契約書発動すると普通死ぬじゃないですか、絶対。普通死ぬんですよ、こんな3枚も発動したら。まあ、バルキリーこれから多分発動すると思うんですけど、こんなことしたら普通死ぬんですよ。でもね、このデッキは知らないんですよ。なんでかっていうと、契約手形は不履行になるんで。契約手形不履行になるんですよ。不履行になるとどうなるかと分かります？倒産するんですよ、普通は。青木の剣士、何？じゃあまあ、それは契約書です。バルキリーの契約書の効果を発動。手札から DD モンスターを墓地の国。お前のモンスター行ったよ。破壊させてもらう。これでカードを2枚消費したな、ハイバー。大丈夫か？社長よ。君のデュエルタクティクスはそんなものか、これ普通知るじゃん、こんな3000とかこれほっといたらこの3000ダメージ受けますからね、これほっといたらこのスキルぶっ壊れてるんですよ。太古の白石だろ、白木レイルかな、まあ、白木レイルでしょうね。一番きついのなんだろうな、まあ、契約書、マシン王が一番きついか、マシン王の契約書が一番きついな、1枚しか入ってないから、あの後続を用意できない。マシン王の契約書を持ってかれると意外と結構きつい。地獄門は今手札1枚しかないのであんまりあれきつくなくて、これマシン王の契約書2枚入れるかどうかすげえ迷うんだよね、この構築。なんかあの魔法カードをかぶったら弱いんだけど、マシン王は 1枚除外されるともう何も使えない。あ、そっちなんだ、なるほど。ヒールを発動するぜ、契約手形の先延ばし。俺は返済期限を勝手に延長させてもらう。弱い弱い、あまりにも弱い、それは弱い、さすがに。地獄門の契約書の効果を発動。お、地下鉄チャンス、地下鉄チャンス来た、この瞬間インが切断。なるほど、コストはトラップ発動、コスト太鼓だったらすげえ強いな、コスト太鼓だったら結構強いけど、あー、うお、すげえカード入ってんなすげえカード入ってんじゃん。何持ってくればいいんだ、何持ってくればいいんだって言われてもこれ、うん、うーん、アドバンテージ稼げるのあんまいねえな、難しいですねこれ。スライム墓地送っとく、
スライム墓地送っとく説はあるな。いやでも正眼かもしんないからさすがに伊達アップした方がいいか。正眼かもしんないんだよな。今あのベオルフちょっと今1枚構築でやってるんで、もう3000だって出ないんですよね。だから絶対正眼出てきても超えれるようにしといた方がいいわこれ多分。でオルトロスと、まあ、ペンドラゴンしかないよな。2体のモンスターで融合召喚。これエクストラ無限に足りねえな。 DD ダルクでしょ。特殊召喚ダルク、新卓王ダルク。あ、光んねえじゃん。光んねえのか。じゃあ伊達アップする必要ないな。ただ正眼じゃないですね。反動なんだろう。あれ正眼だったら絶対砂の時光るんですよねこれ。じゃあ発動する必要ないか。普通にバトルするか。いやー俺もな後続用意できないからちょっと弱いんだけど、まあしょうがないねこれはね。で、ターン終了。まあ、守備力2000しかないからまだ助かったけどね。で太古の白石が墓地にある。で、白ひれ竜が回収されるかもしれない。カード1枚セットのこと。カード1枚セット。オルトロスがねバック上割れるんですけど、言うて速攻の効果にチェーンされてなんか除去されたりとかするとあんまり強くないんですよね。まあいいや。契約書サーチして次のターンでセットか。なるほど、太鼓な。はいはい、私もまだ全力ではない。スキル発動 しません。誰かがいるときはスタンバイフェーズ迎えていいです。はい、ちゃんと契約書返していただいて、返済期限までにね。そうすると回復するんでね。融資を受けてね、回復するんでね。で、地獄門の契約書効果発動していいか。契約書発動して、契約書発動していいですね。契約書発動して、一旦スライムかな。一回スライムですね。スライム持ってきて、マシンで融合して、で手文字出して、でスライム効果、 DD スワラルスライムの効果発動。こうしてこうして、先マシン王でよかったの。今一つとなり、テムジン出す、テムジン出す、テムテム出す、でマシン用の契約書効果発動して、でダルクとクラウドオーガリア、どうせテムジンチェーンないからこれでいい。劣化王テムジン、そしてテムテムの効果発動。テムテムの効果で墓地からダルクは創生されるぜ。よいしょ。そして2体のモンスターでオーバーレイ。あれなんでしょうね、マジ何も引かないの。またうざいんですから。カウンターゲットですから。また多分無課金軸制限だと思うんですよね。あれまあ月末ランクマンのレジェンド隊なんで、なんか強いトラップがあんま入ってないんで。そしてエクサビートの効果、いえ、そしてエクサビートの上に重ねてオーバーレタゴ再構築、エクシーズチェンジ、 DDD デジタルをライノセバス。カードを1枚セット。さあこのモンスターの攻撃は貫通するぜ。誰やねんお前、ここまでのお前誰やねん。やばい、なんかなんだこれ。アサルトワイバン、いやカムだけでやった。なるほど、波紋のバリアじゃなくてよかった。はいはい、ありがとう。はい、ありがとう。それはなんか出てくるかこれ。ブルーアイズか。さあ来るがいい。はいはい、モンスターを召喚。おー、なるほど。青木の妻子くん、最終は、墓地から回収しますね、チューナーを。それはね、強いね、普通に。これは、そうですよね。まあ、それを回収していく。なるほど。まだ撃たなくていいね。攻撃が結局無効になっちゃってるんで。ターン終了。俺のターン。いや、太鼓かと思った。体勢を作る。バック除去のね、体勢が少しだけ弱いんですよね、このデッキ。なんで、まあ、オルトロスとかで毎ターン破壊してるのは基本的には強いんですけど、多分。青木も剣士、いいでしょう。青木の消し、やばい時間がない。やばい、このデッキ回してると本当に時間ない。ここはねもう打つしかないですね。正眼出てこないようにするしかない。でまあ言うてこれハンドきついだろ相手。1個白石だっけだろ、もう一枚あんだ、わかんないけど。いやもうきついだろこれ。はい、許されるはず。神ゲー、やはり爪が甘い。俺の方が優秀な社長ってことで、よろしくお願いします。異次元を、さあお相手の方、私もまだ全力ではないぞ。ゆずちゃん、私のターン。ティーバックみたいになってる。ティーバックみたいになってる。魔導賢者ケプラーを召喚。
魔導剣者キブラーの効果はそうモンスター効果発動。まあ契約書って地獄門でいいか。ここはちょっと反動弱いけど、まあしょうがないか。でスライム出して、継続魔法、まあ結局ね先行でね、でねあのやることといえばマジで本当ランク6頑張って立てるくらいしかやることないんですよね。でこうしまして、でスワラルスライム効果発動を、これでテムテム出して、先にスライムから入れると強いんですけどね、ちょテムテムからあケプラーから行っちゃうと若干弱いってなります。はい、新た生誕せよ。レベル6劣化王テムジン、そして DD スワラルスライムの効果を発動。このカードをゲームから除外し、手札より誰やねんモンスター魔導賢者ニコラを特殊召喚、そして2体のモンスターでオーバーレイ。これちょっとなんかちょっと弱いな、これなんかやばいな、攻撃力ゼロのケプラ残っちゃうの、これ大丈夫かな。これさエクサベイトロってもしかしてさあ無理か、相手の墓地か、自分相手の墓地か。いやこれなんかフィールド上のケプラを装備してゼロ攻撃力を回避っていうプレイングできるかなと思ったんだけど無理だったわ。ラインのセバスエクシーズ召喚、これがデジタル王 DDD デジタル王ラインのセバス、これが最強モンスター、これが DDD 最強モンスターだ。エクストラ使いすぎなんだよな。でもこれここでさ一気にもう7分の3使ってるの結構やばいけどね。独唱の大事がしょいいでしょ。いやーどこで、いや破壊体制やるんですよねブルームディーバさんって。ブルームディーバ出てくる前に出さないっていうプレイングをしなきゃいけなくて、絶対にまあ一応トレミス入ってるんでしょれるんですけど、いやーこれここで打ったところでな、通常召喚残ってるもんな、まだ言うてですね、ここで打ったところで通常召喚残ってる意味ない。ソプラノ多いだろ、ソプラノ、え、マジやった、シブラが同じなの、これ両方とも死ぬよ、やったぜ神ゲー、ウェーイ。あ、なにーなにーくぬーぐぬぬぬぬぬ、やばいかもしれない、やばいかもしれねえ、やばいかもしんねえ、ちょっと本当にブルームディーバだけやめてください。はい大丈夫です。それはいやこれどっかしら俺サイクロンでしょ、いやこれやばいな、ケプラー棒立ちはやばいマジで。はい、あー強いで回収ね、いいでしょう。でもまあ召喚剣まだ使ってないのか、召喚剣まだ使ってないってマジかよ。融合、あなるほど、ここはだからまあブルームディーバー出てくるって、まあしょうがないか、これはもうこれはもう甘んじて受けるよ。ブルームディーバー、ブルームディーバー、ブルームブリマ、ブルームブリマ、ブルームブリマってなんだっけ、2回攻撃するんじゃないですか。2500やばい、2500やべえ、パンチされて、まあいいや、しょうがない、そうだ、そうだ、そうだ、2回攻撃される、なるほど。でもこれ3000、あでもスコアあんのか、やばいぞ、やばい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 、これ2回攻撃でこれスコアや、これやばい、いやそっちそっちはぁ嘘だろ